山本領12月14日昭和48年2月18日は、日本の実業家、監視人、政治家、鳥取県西白郡堺町長、町会議員、5第六、鳥取県平民、堺町長、鳥取県議会議長等を歴任した山本熊吉の長男、鳥取県西白郡堺町堺町出身、山本熊吉の長男、 松江農林学校を卒業後、家業を継いだ。堺電機会社設立等、実業界で活躍した。昭和20年4月23日、軍用船玉坂へ丸爆発事故が発生。山本町長は昼夜にわたる救援活動を指揮する。一方で、軍に対して理災者保障を請求。自ら現地調査に当たる等の尽力によってこの問題を解決した。佐藤、美和。 監視投趣味も多かった。村上松村の第二次カモメ社に参加。大正10年には父壁湾に代わって戦勝銀社に加盟して活躍。父、山本熊吉正治連 ABCDE、人事更新録。七半や 109ABCDE、境港市市長官境港市市長官ハット AB、境港市主義官 ハット ABCDFGHI e 人事更新録第8版や173復刻版帝国ミノル共鳴館ありがとうございます